しい、めっちゃ涼しい。こんにちは。スマルトマリーンズ背番号30番ピッチャーの広畑敦也です。皆さんこんにちは、同じくピッチャーの吉田亮です。スマルトマリーンズの中森俊介です。背番号は56番です。今日は皆さん春坊って呼んでください。吉田亮君は、僕と同じです。甲子園に入場してます。甲子園に入ってますか？夏の高校野球の甲子園大会で僕と同級生なんですけど、彼が優勝してるから僕は優勝しないんです。せーので、パクっていきますね。いきます。せーの、もっと元気よく、パッ、ドン、ドン。いいね。そしたら練習もしました。ちょっとまた全員とこれからあのパブのキッチンできます。今ちょっと決めましょうよ、代表者。中森。いや、じゃんけんで。そこはしっかり。そばも生え抜きでやってもらうの、いや、基本は僕は先輩がやると思うんですけど。あ、はいはい。じゃんけんで、とりあえず勝った人が。代表どうやって決めるんですか？勝った人がやる。私は挨拶。代表者。最初はグッチョイ、おーおーおー、最初はグッチョイ、おい、強いって、強いって、最初はグッチョイ、おい、強かったなー、挨拶やりたかった、やりたかったよ、やりたかったなー、挨拶つけたよ、俺か、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あっちゃった、いいやつ、挨拶機会2連続や、そう、やったな、あちらで、待ってください、そんなめちゃめちゃ大事な挨拶をこんな軽々しくジャンケンって言ってるもんね。いや今の気持ち入ってたよ、今なんかみんな気持ち入ってたよ、なんかだって3回挨拶になってた、来た、カメラの向こうから、よくないと思う、じゃあ内で決めんのなんか今から内で決めるのじゃあ感動のスピーチ、感動のスピーチを、ここで1曲楽しかったですか？ああ、もうそれなら、もう僕たちも来た甲斐があったので、非常に良かったですし、これからですね、これを機に、千葉ロッテを、応援してもらえたら、非常に嬉しいので、またこれからも、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。中森選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。一言感想いただければ嬉しいんですけれども。はい。そうですね。あんまこういう機会は多くない機会なので、まあ、これを機に子供たちが野球を好きになってくれたり、応援してくれるきっかけになってくれたらなと思ってます。思ったよりみんなやってくれなくてもびっくりしてます。いや、もう楽しく野球の楽しさをみんなに伝えられたんじゃないかなと。思います。我々も撮ってましたね。あの、まあそういう役割だったんで、さすがやな、まあ吉田とかが動いてくれて、97、さすがやな、やっぱ中7、一応違うから、やっぱ違う、さすがやわ。じゃあ最後に締めていただきましょうか。締めでね。いや、楽しかったですよ。いや本当に、いや本当楽しかったですよ。もう僕的にはね、もう終わりない説をちゃんと喋れただけでも、もう今日はもう十分かなと。でね、こうやって野球の楽しさを知ってもらえれば、もう来れてよかったんで、はい、もう今日大成功です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。